競馬部員の競馬予想始まるよ。はい、どうも競馬部です。ちょっとね、体調がね悪くてね、ちょっと胃腸炎という風邪になってしまいまして、ちょっとだいぶ体調悪いんですが、簡単にもう予想だけ、しようかなと思ってます。前回動画ではね、軸になる馬を言うてるんで、それに対してあと3頭いい馬をピックアップしますんで、今から言うていこうかなと思ってます。時間かけずにパパッといきますんで、よろしく。はい、もうサクサクっとね行こうと思ってます。僕のね対抗というか、一番相手に2番目にいいかなと思ってる馬がコントラチェック、コントラチェックですよ。この馬なんですけど、まあ、ロケットスタートで、ま、逃げ切ると、まあ、逃げの馬ですよね。まあ、そのまま逃げてもね、今回勝ち切りそうな馬であると。で、天栄仕上げで仕上げてきてますんで、バッチリ上がってるんじゃないかなと。で、逃げたレースはね、3戦3勝と、抜群の成績を誇ってますんで、むちゃくちゃ強いかなと、逃げに対してもね。で、前走ね、走りをね、見てる限りね、まだね、ちょっと余裕があるように、正直見えましたっていうのがあるのと、もう一段ぐらいギアがね、持っているんじゃないかなと、もう一伸びぐらいできるような足を持ってるんで、まあ、しかもこのフラワーカップ、史上最速で勝っているので、今までのどの馬よりも早く勝っているんで、コントラチェックのちょっとね、能力がまだまだ、引き出せてなかったレースではないかなと。で、今回ここを目標にね、多分来てたと思うんで、ここで一気に逃げの足で爆発させてくれるんじゃないかなと。なおかつ絶好調男のレーン騎手なんで、もうここは、揃ったかなと思ってコントラチェック、行っとこうかなと思っております。で、もう一頭。僕はええなと思ったのが、ええなというかもう巻き返しお願いというのが、ダノンファンタジー。ダノンファンタジーですよ。まあ2400というね、距離、もう正直僕はなんとかなりそうかなと。結構ね、マイルタイプかなと、マイル向きかなと言われてるんですが、正直僕的にはもう2400でも十分通用する馬かなと。で、前成績がね、4101と、連帯率 83%。G1 が1001、連帯率 50%。で、G2 以下が3100と、連帯率 100% なんですよね。で、川田騎手が、まあ、東京芝の2400、まあ、過去3年なんですが、副賞率が 53% ということですね。で、レース傾向としては、この馬をもう、丸かなと。で、ダノンファンタジーね、ダントツ能力的にも、このメンバーの中じゃ、能力高いかなと。で、やっぱ、正直、ここで終わるような馬ではないかなと思ってます。まあ、勝ち切るかどうか分かんないんですけど、馬券圏内にも入ってきそうな、一頭ではないかなと。巻き返しにほんまに期待はしてます。川田騎手にも期待しております。で、いうことなんで、ダノンファンタジーも買おうかなと思ってます。で、最後、あと一頭いるんですけど、まあ、この馬は僕は、注目というか、ここは面白いんじゃないかなという馬が一頭いまして、それが、エールボア。この馬なんですけど、まあ、ビクトワルピサ3区、なかなか面白そうな馬だと思うんですけど、まあ、マイル戦はね、ちょっと難しいタイプじゃないかなと。逆にこの距離を延長でね、進展がありそうな馬でして、まあ、4、5番手あたりでじっと待っているのが、まあ、理想の競馬ができて、そのまま強い競馬するようなタイプだと思うんですけど、まあ、前走はね、ちょっと出遅れて5番手からコントラチェックよりも早いラスト上がりでの2着、前走がフラワーカップですけどね、フラワーカップはちょっと出遅れてからコントラよりも、まあ、早いラスト上がりで2着になってるんで、相当強いかなと。で、スタミナ自体も結構あるような馬だと思うんで、
ここは距離延長は OK かなと、逆にこの距離走る馬ではないかなと僕は思って注目をしようかなと思ってます。なんでエールボアもちょうど牛枠にも入ったしね、牛枠にも行けたし、まあ騎手的には松山浩平という僕も大好きな騎手ですんで、ここは、注目の一頭で買おうかなと思っております。なんでエールボアも買います。ということで競馬 V の、予想買い目としては、前回言ってた本命にしたいなと言ってた馬フロノジェネシスと2番クロノジェネシス、3番のコントラチェックで、5番のエールボアで、8番のダノンファンタジーで行こうかなと思っております。やっぱねうちの方が有利かなと思って、ちょうどこの僕が思ってた枠順通りに入ってくれたんで、なんか今回もバチッときそうな雰囲気がありますね。ちょっと体調悪いんで、早めに、動画の方終わらせてもらおうかなと思ってます。もしよかったらチャンネル登録、コメント入力、グッドボタン、よろしくな。すみません体調悪くて申し訳ないですが、競馬だけはきっちり馬券は当てに行こうと思ってるんで、よろしくな。ブイ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 。チャンネル登録、競馬 VV。